カマルグの一稲な作地帯カマルグは、アルルで、二股に分岐したローヌ川と地中海に囲まれた、フランス南部の三角州地帯。植生場は、東はクローヘイヤ、西はエーグイコールモルト、北はボーケールまで拡延して考えることができる。カマルグの中心はバカレスコであり、海沿いの一帯は、複数の塩湖で区切られている。カマルグの一部は、フランスでは、 珍しい稲作地帯である。カマルグは、行政上は、主として、アルル市に含まれており、残りは主に、サントマリードラメール市に含まれている。北部の農村地域と南部の湿地帯とに対別できる。とりわけ、南部の湿地帯は、シオナス植物で形成された珍しい生態系が、存在しており、フラミンゴの平市としても有名である。ラ・トゥール・デバラには、 リュック・ホフマンが創始した地中海地域湿地保全研究センターという出現研究所がある。また、牛や馬の放牧も行われており、半野生化したカマルグの白い馬の美しさは名高い。アルベル・ラモリス監督の白い馬という白黒短編映画の舞台ともなった。今日、フランス国内の多くの場所では、家畜の放牧はほとんど見られなくなっており、そのために、 ジャン・アンディファーブルが研究したことで有名な玉押し小金の大型種はカマルグなど限られた地域でしか見られなくなっている。カマルグはフランス有数の稲作が盛んな地域であり、その生産量はフランス全体の98%を占める。また土壌に塩分を多く含むことから生塩が盛んで、その天ピジオはペルルドセルと呼ばれている。フラミンゴ・カマルグの特殊な動物賞。 植物省の保護のため、1927年には13,117ヘクタール分が国立自然保護地域に、1970年に300ヘクタール分が地方自然公園に、それぞれ指定された。また、1986年12月には8万5,000ヘクタールがラムサール条約登録地となった。また、ユネスコのカマルグ生物圏保護区に指定されている。以下は、 地方自治体としての市町村ではなく、その中心的な都市部を指す。現在の三角州の西側にあたる。かつてのローヌ川の支流の一つによって形成されていた。カマルグフランス観光開発機構、2017年6月8日、閲覧。ABC、出現力2013、P132、WWF 創立50周年。将来も、地球環境保全のために。 スウィシンフォー CH2018 年9月15日閲覧。とっておきのヨーロッパだより、フランスの米どころカマルグの稲作、辻町グループ2017年6月8日閲覧。カマルグの塩、ペルルデセルペルルドセルフランス365、2017年6月8日閲覧。ありがとうございます。